コンビニエンスストア大手のローソンは24時間営業問題などについて全国の加盟店オーナーらと意見を交換しオーナーからは現場の危機的な状況を訴える声が上がりました現場のオーナーたちは3年とか5年とかじゃなくて今もう今日 どうにかしてほしいというふうに思ってるっていうことなんです、えー、夜勤者がいなくなったら営業も,も続けていけれなくなるだろうという危機感は常に持っています昨日夜行われた意見交換会にはローソン加盟店のオーナーらおよそ40人が参加しましたあるオーナーからは人手不足対策としてお弁当などの食料品を自動販売機で提供するなどの案が出されました 終了後、竹増社長は記者団に対し顧客が24時間営業でなくてもいいとなれば見直す覚悟はあると話しました。